その次 の, あの、まあ、彼が、仕事を取りまして、はい、で、それはこうゲームの音楽に関するものだったんですけど、うん、その時にはこう自分がほとんどもうやったんですね、その時、はいはい、彼に渡して、彼は、まあ、自分がやったとしてそのゲームの会社に出したんですけど、あのゲームの会社の方からちょっと一回そのチェックをしてくれと、うん、その会社に来て、これはどういうことなのかいろいろ一つ一曲一曲説明してくれと、うん、言った時に、うん、あの彼は困ってしまいまして、うん、自分が作ってないから、そうなんです、私が、呼び出されまして、うん、その会社の人がいて、うん、私がいて、で後ろに彼がいて、なるほど、はい、で一体あのこの人は何なんだっていうふうに、うん、急に来たなと、うん、ゲームの、はい、いやあのこの人は、自分の信頼する助手であり、はい、で、ちょっと彼に今任せてると、うん、はい、言うんですね、ちょっと今自分は耳がちょっと聞こえないんだというふうに、まあ、言ってしまったのがきっかけですね。うわー、盲目、あのそこね、あのなんとかのベートーベン誕生の日はそこ、はい、そこから、その瞬間にそういうことがありまして、またちょっと1年後ぐらいに、正式に正式に耳が聞こえなくなったじゃあ、ゲーム会社にこう曲の説明するときに説明できなくて、はい、新垣さん呼んで、はい、でついつま合わなくなっちゃうから、ちょっと僕は耳が聞こえないとそこの場で言ったことが、はい、でスタート、うわ、ものすごいしっくりくる話、以来耳が聞こえないベートーベンになっちゃったの、そこで、まあ、それがまずもうあのいわゆる原点でして、原点、さらにこう大きなプロジェクトを取ってしまったんですね、ーゲーム音楽で、うん、もう絢爛豪華な オーケストラ音楽をあのやるっていうような、うん、彼あの企画を通しちゃったんですね、彼の力で、はい、今度は自分はオーケストラの前に立っています、あの指揮者だったんですね、うん、で彼は後ろにいて、残念ながらこれを聞くことはできないというその説明をしたわけなんです、はい、聞こえるんだけど聞くことはできないということですか、はい、あ、じゃあ新垣さんその時に嘘ついたって思う、いや、あのいや、もうだからそういうふうにあのするというもうあの打ち合わせを、あ、それでもなぜそうでよしとされたんでしょうか、うん、つまりそれは勘弁してよとか、はい、全部演技しなきゃいけないわけですよね、そうなんです、そこが一番の原因でして、 そこでちゃんと自分がいやこれはおかしいんだってやるとか、うん、何らかのそのちゃんとした取り決めとか、うん、あるいはその周りに対してそのこういうことを実はやってるんだということをちゃんと言っていれば、まあ、こういうことにはなってなかったという、いやでもねこれね、新垣さんとお話になると本当にこの理由が分かるというかね、うん、ここでいやダメですよ佐村浩司さんって言える人はね、うんうん、あのねできれば大久保佳代子じゃなくて AKB に壁ドンさせてくださいって言うはずなんですよ、なるほどなるほどなるほど、言われたらね受け入れちゃう人間っているんですよね、うん、また当時ここまで大事になるとは想像もしてなかったんじゃないですか、うん、そうなんです、ねえ、分かるな、そ彼がその作曲家を演じるわけなんですけども、うん、そうですね、やはりそれはちょっと自分あの作曲家の私たちから見ると、うん、どう考えてもありえないものですよ、ですから、ですよね、だから彼がやればやるほどそういうのがこう分かっちゃうわけなんですね、だんだんこうイラッときたっていうか、もうマックスにテンションが高まったっていう、止めないともうバレてしまうからっていう、遅から早かれね、もうここで言わないともうダメだっていうようなタイミングになりました、なる、うわすごいしっくりくる話だわ、あのすごく難しいところは、はい、佐村浩市守っていうのは正直僕らテレビの人間に言わせるとテレビ的なわけですよ、はいはい、目は引く、耳には止まる、はいはい、彼をベースメントにしてるから有名に曲がなったっていう背景っていうのは少なからずあるんじゃないかなと、いやもうもうそれがあの一番大きいと思いますね、はい、ですよね、はい、そうです、ってなると自分の生んだ曲は有名にはなるけれども、はいはい、それはちょっと嬉しいんだけれども名前は自分じゃないみたいな、ちょっと難しいですよね、あのすごくそういう形で、まあ、彼がこうアピールして、でそれがこうその曲もあの広く知られるようになって聞かれてるっていうことは、まあ、すごくある
あの面ではすごく嬉しかったんですね、うん、ただ、まあ、ただそれはもうこういう形であって、この形はすごくちょっとやっぱり問題がもう根本的に問題があることだったので、どうしていいんだろうっていうような気持ちだったんです、うん、いい人すぎる。うーん、新垣さんにとってこのサムラゴーチさんってどういう人なんですか？ただ一つ、その彼がその私にこう要求してくる、その曲を依頼してくることで、そのオーケストラで今自分たちがこう聴けるようなものっていうのがなんでないんだろうねっていうようなことを彼は言ったわけですね。ほうほうほう、で確かにあのそれはそうだなと、それは彼が正しいというところで、まあ、やってしまったことです、はい、じゃあサムラゴーチさん音楽プロデューサーだったら優秀な音楽プロデューサーってことですか？そういうことも言えるんですけど、まあ、彼はいろいろあの頑張ってその音 の, あの音源を持ってあのいろいろこう営業したんですけど、うん、あの失敗もいっぱいありました、うん、もう一回こう仕事したいと思いますか、サムラゴーチさんとは？いや、思いません。それはそうなんですね。すごいはっきりしてるな。早かったですね。例えば今なんか女性誌の企画でモデルに挑戦され、女性誌の企画でモデルに挑戦。そうなんです。新垣さんは女性セブンのおしゃれ親父に変身するという企画でまさかのモデルデビュー。予想以上にかっこいいという大反響でですね、まあ、バラエティに引っ張りだこというところだったんですが、あ、そのあたりからじゃあバラエティにこうあっと去年のあのお騒がせ人間の一員として、一員としていいですね。どうしてモデルのオファーを引き受けようと思われたんですか？いや、あのそれはそのあのちょっとうっかりしてたんですけどこれですね。これどうですか、モデルやってみて、うん、感想は？あ、はい、こうスタジオに行きますとこうすごく温かいこう音楽が流れていてですねあのなんかすごくその気にさせられてしまうんです。いい人すぎる。他にもですね、映画ソロモンの偽証の応援大使として人生初のセーラー服に挑戦されてますが、その新垣さんね、断ること覚えた方がいいと思いますよセーラー服着たんですか？それも結構ね、ツイッターとかで話題になりましたよね。はい、うん、やっぱりあれですか、今でもガーッとお願いします、本当お願いしますって言われたらちょっと断りにくいなみたいな。あの、まあ、自分ができないことはもうできないことなので、まあ、できる範囲ではあるんですけど、うん、ダウンタウンの年末の番組で鼻にクワガタをバシッとされてたんですけど、はい、あれは断ってもいいんじゃないかと思ったんですけど、あれも断れなかったんですか、やっぱり？はい痛いですよね、結構ね。断らない範囲、広すぎですよね。新垣さん、いろんなことやっぱりネットは書かれてますけども、はい、やっぱり聞かなきゃいけないのかな、僕は。聞いちゃってください、もう聞いちゃってくださいよ。これ、サムラゴーチ守さんとのホモ疑惑がありますね、うん、これは会長、はい、会長、すごい質問です。これ、出てますよね、ネットで。出てますね。で、実は私もこれは結構あの信憑性高い情報かなと思ってるんですけど、ね、なるほどね、なるほどね、このあたり真相の報道はちょっと楽しく話してください。いや、あのそこのところはあの多分謎のままなんじゃないでしょうか、ね、あれ謎予想外の答え。さすがやっぱテレビで鍛えてるだけあって期待させますね。もうね、ゴールデン出てる人は違いますよ、やっぱり。違いますね。あ、なるほど。否定はせずね。あ、いや、うまい。これは読まれるわ。絶妙ですよ。日本は世界一の長寿企業大国、その多くは不動産戦略を実施している。企業のための新不動産戦略、区分所有オフィス、イノベーションインインベストメント、ボルテックス。テーマソングなんか作ってもらえないもんですか？おいくらぐらいかかるんですか、今？高い。ちょっと上がってますか、やっぱり。相当値段上がってますよ。大体そういった時にね、はい、新垣先生にちょっとあの曲一曲作ってもらいたいなと、この番組のテーマソングをと言ったら、相場はおいくらぐらいですか？そんな長くなっていいです、2分ぐらいで。あ、2分はあの結構長いと思います。あ、長い、失礼しました。あ、やっぱり短いのはそれこそ15秒とか30秒とかの、まあ、CM ソングぐらい
そうですよね、まあ、エンディングにちょっとかかるぐらいでいいんですか。1分ぐらい、1分ぐらい、1分ぐらいだったら どれぐらいの相場ですか。いくらぐらい取れますか。いや、その例えばどういう、 こう楽器の編成とかですね。まあ、そんな細かいことどうでもいいんですよ。会長雑すぎる。そういや知りたいですね、うん、作曲の相場ってどれくらいなんですか。作曲の相場全然わかんない。相場っていうのは本当にもうピンキリな あったりなかったりな、 そうですね、そういう世界なので、自分がこうですっていう場合もあれば、うん、そのクライアントの方の方の予算であるとか、うん、そういう、 もう相談で決める。変なし、ちょっと予算ないんで10万ぐらいでってわけにいかないでしょ。10万じゃ、いや、10万であれば、あ、もうその形でできることをやりましょうと。どんな場合であれ、やっぱりこう自分のやっぱりこう一応こう曲を作るこう職人としてのやっぱり、うわあ、職人だ、いい人だな、はい、つまりご自身が納得されればってことですね。そうなん、まあ、どんな、あ、どうですか。例えばですけど、はい、ゴルゴと一緒ですよね、はい、ゴルゴと一緒で本当だってこれぐらい取るんだけれども、うん、まあこのまためだったらいいよみたいな感じの、うん、そうですね、今もちょっと分かりづらかったですね。申し訳ないんですけど、会長僕流したのピンとこなかったんですよ。今後はどうされていきたいっていうのはあります。こうテレビのお仕事今いっぱい入ってると思うんですけれども、はい、私はやはり音楽家でして、音楽家としてそういう中でテレビのお仕事があればぜひやりたいなっていう気持ちあります。ちょっとググりましたらね。どうしました。新垣さん、吉田龍一さんとコンサート in 八戸。え、そうなんですか。はい、コンサートももう随分たくさんやっていまして、やってらっしゃるんですか。はい、お客さん入るでしょう。そうですね、写真で、この八戸のコンサートのホームページ出てるサングラスをかけた新垣さん、やっぱりサムラゴーチ意識もしかしたら少しあるかもしれません。名残が。それから20とか30箇所ぐらい結構いきますね。はい、じゃあそれはもう本当新垣隆で、はい、新垣隆コンサートでググってもらう方が、はい、そうです。はい、伊藤さんどうでしょう。大ファンになりました。いや素敵です。人の良さがブンブン出てますよね。いや本当に生で聞いてみたいです。いや、あ、ぜひ本当に。